まあ、お互い当然対策はしてると思います。一旦ミッド集結してこれは A ショートから入っていくのが、いやメインに4枚戻っていった。おーがーシューズ今回はショーの侵入を許しませんでした。ストロイトガーデン方向入っていこうとしたんですが、これはもうメインのこのロングの4人だけの勝負になりそうだ。パラノイア入れて、トクシックスクリーンゼロストヘブンからこれを止めるか。11交換続いて 3v2 シエジアと2枚で設置はギリギリ間に合わない。間に合わなかった、設置できませんでした。あと0コンマ何秒だったんですけども、そうですね、時でワインに入りましたよ。これだけ結構プレッシャーというか、プレッシャーですね。視界的にもなかなか前に進むの嫌だと思うんですけども、あここでスロービー、いやー塩竹氏中に入るか。ブレードストーム入らず、クラウドバーストメインから止められて、 CT ペッパーいました。ただそのまま設置いきます。 4v4 中を固める形、ミリオン1枚がセンターから合流。ここで重要なのがやはりこのミリオンのポジションですね。うまく囲ってるところをさらに後ろからつけるかどうか、ここで時間稼ぎをして、ナノスワームで時間を稼いでる間にミリオン選手がトンネルの中に合流できるので、決まりました。いやハンタースピード切っていく、これは当たらない、当たらない、当たりませんが、ちょっと聞こえてるパラノイアがしっかりヒット、シューズの中に入れるか。うわタルクに、うん、しっかりと壁抜いた、貫通倒してフラッシュポイントをボートに入れた。ゼロスト1枚しとめて、もう1枚ゼロストダブルキルフィニッシュ、まあ、これ間に合わないですね。うまく時間使わせましたね、これは。そうですね、時間を使わされたという形ですね、本当に。またあのキャットコに1人でアタックしてますけど、うん、今回はカバーついてますけどね。入っていきました、やはり狙いはブリーチでしょう。スーッと入ってた、見る足が見えました、藤山のカバー。2人でしっかり打ちました。これフェイク成功しますね。これで寄ってきてるのも、まあ、見えてますし、わあ、ただ結果的に負けてしまった。デリアリーが CT から、そしてペッパーヘブン、そしてバイパーズピットで B 設置。何も見えない。視界がない。いやただ分からないですよ、これ戦国ゲーミングの方が人数有利ですし、相手の武器奪えたじゃないですか。戦力差はまだ戦国ゲームの方が、そうですね、武器差があったラウンドが相手の武器を取ることによって高安さんになってます。斎藤のこの本当にポイントのところまで入らないと、バイパーズピットを使っておけんやら、この中に入ってないですからね。あ、でも対応したやられました。これで消えていきます。 2v2 時間も厳しくなってきた。パラノイアはしっかり2人に当たっているようです。ハイティックアキム1枚、もう1枚の1見えてるダブルキル、ビーンに入るところメインがちょうど隠れます、このトクシックスクリーン。いやもうそのまま入っていく、そのままいく、1枚アキムローリングサンダーからの飛び出し、しかし松がカバーに入りました。これで 3v2 3 人で中に入れたのは CAG です。いや1枚削られて2-2です、1枚削られましたね。今2オン2、藤山スパイク設置、藤山たちミリオンがかなりこのカーテンを使ってうまく中に入っているので、バイパー残ってるっていうのも、これは、うん、そうですね、ゼロスト、ヘッドショット。さあラストワンです、藤山右か左か両方です。左からか右からか、左はテイルウィンドで下がったところ、右から行きましょう。これで1対1、うわ分かっていいね、頭一個。戦国側もうこのマップ中に対策したいところでスラッシュポイントがかかって、ちょうど待つ、うまく遮ってから飛び出しました、はい、さあサイトナイトを得た CAG、 そのままアキム設置に行きます。スパイクを設置、武器が厳しい戦国、チキル取ってこれ武器を1個奪いました。ショーからファントム取りました。まずは壁を破って中に入りたい、ダークカバーでメインを止めてサイト内の勝負にしたい。さあペッパーブレイドストーム 3-on-3 の状況、うわ逆にトクシックスクリーンを利用するような入り方、どうなるか、時間がない、いけない、跳ねるの待ちますね。いやミリオンダブルキル、そうできるだけペッパー選手にワンピック取られないようにしてる。見えました A サイト内、ヘブンに絞っての戦いになる。ゼロストの位置分かってるがフラッシュを食らった、うん、もうゼロストはそこにはいない。フラッシュの間に対比成功、お
これバイパースピット、そこにタフ、これどこキャットです。あ、キャット、方向絞れますかね。うーん、スパイク拾ってまだ削れてないが、かなり面倒ですね。これでほら衰弱状態で体力ないじゃないですか。折り返しでよく使えるキャット側がかなり苦しいということで、切って中に行くか、回復してからやはりヘブン側から行くのか。うーん、自然とヘブンから行きたくなるよなこれ。効きすぎでしょ。うまだ5枚なんですから、なかなか出ない。まとまって、さあパラノイアから3人全員行った。ヘブン下は1枚も削れない。藤山が硬い、シューズ1枚いけない、藤山3枚。さあ 1V2、 ペッパー1バレてます。時間も厳しい。ヘブン下と、もう1枚は、うわー、ピットの中微妙。え、マジ、あそこに耐えたらギリギリ体に2本とかなっちゃって、まあちょっと恵まれなかったですね。フレンジーではやはりどうしようもないミリオンがセンター止めました。ペッパーのファーストブラッドならず、逆に取られてしまった。ミリオンが今センターの情報一通り見えているので、これで相手がまとまってるっていうのが分かりましたね。そういうトクシックスクリーンですね、防衛の時はセンターを横断するルール。さあキャットショートから戦国ゲーミング、セッチリテイクなるか。 CAG5 枚での勝負、リテイクの形です。どういうタイミングで入りますかね。相手のアビリティをある程度枯渇させるタイミングが一番狙い目ですね。なるほど。あとはショーのポジションどこまで寄せるかですね。まだ来てないですよね。あら、戻る。あ、キャットを押すのか。丁寧にやってますね。ゼロストを狙うつもりでしたね今のは。いえ、シューズ、いや、これ行きますよ。解除、間に合った、間に合った。同じですね。ペッパーだけはまだ残ってます。さあショー1枚 4v4、 人数の差はなくなった。クラウドバーストはショートにワンウェイでタク、1-1交換。あー、いやー、玉切れ、うん、デリアリーダブルキル。そして最後はペッパーがヘブン裏切りますよね。あと一応可能性としてあるのが、はい、あれを食らうことによって少し削れることによって、あのファントムでのヘッドショットが一撃になるんですよ。なるほどなるほど。少しでも体力削りさえすればいいわけですから。146ですかね。はい、ホールドローンくぐってきた。ホールドローンを削りきれず、どうなってる。ちょっとこれ攻めにくそうだが強引に入る。入っていった。いや、チク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 とニューラルセプトリー合わせるが、藤山3枚一番出てる。いやー、このまま取り切りですね、これは。いや、テールウィンド中入ってフラッシュポイントかわしたが、1枚侵入を許している。うん、堂々と抜けた。うまい。そのまま逃げ切った。相手のダークカバーに隠れました。いや、しかもワープしたんですけど、ワープした先いるんですよね。超3枚決まった。ミリオン、いや、これミリオン作戦の読み合い。ショー、いや、バレてないですよ、ショー。これ1枚行かせて2枚ヘッドショット、3枚藤山。いや完全に隠れてました。いや、戦国としてはもうどう考えても勢いで中入ってスピードで行きたいところだったんですが、うまくそれをショーが止める形になりました。さあこうなるとウィンドウで足が止まって、最後は藤山ミリオン。に出ない、いや本当にこれ、あの、ま、さあショー今回は A 守り、 A2 枚 B3 枚。いやー、戦国側これ気づけいい。あー、ここで一人削った。ただこれランプから出てこられたらショーもさすがにこれランプと合わせますね。さあ設置、さあ戦国シャワー2枚、スパイク金2枚。さあショー1枚いって、いやー、シャワーから出れないっていうのがポイズンオーブの切れ目に、切れ目に来ましたね。クラウドバーストを置いている。でシャワーのしかない、出るしかない。出てきた。ショー4枚。うーん、さあどうしようもないペッパー。最後は藤山、うん、いやー、CAG のバイト消えたところでオールドローン。わあ、痛い痛い。しかもこれ分断されたので味方がカバーできなかったんですよね今の。シューズだけが1枚出るような形になりました。さあペッパーブレイドストーム、ショー叩き落として、まだ人数有利は CAG。 そして
これテレポートして2枚 B サイトの2人、いやこれすごい回り込んでリテイクの形、しかしデリアリー思ったよりも奥に入ったが、評価強い、評価3枚、完璧なエイム、1枚2枚3枚、それでもまだ弾の余裕が、スタートです。さあ戦国はショートに4枚、 A ショートに4枚割いてオールドローンから侵入、いやまたこれ強気に出てくるかもしれないですね、早めにショート顔出すかも、待ちますか、ダンダスネークバイト、そうですね、これ切れたらもうあとは突っ込むだけですね、テールウィンドでランプに入っていきます、いや鍵になるのはこれショーですかね、あ下がった、ショーは入られたのを見越して下がっていきます、ゼロスト完璧ですね、ゼロスト、いいタイミングで入ってきた、さあ大きいファーストブラッドです、1枚リードは戦国ゲーミング、ショーは大きく前に進んでランプの頭出しを見たい、さあアフターショックで止めていたところ、いやーこれワンウェイですよ、いやー鬱陶しいクラウドバースト、しかしフラッシュポイントを合わせて評価は前が見えない、評価を止める、いやよく2枚持ってった、 2V2 ハンターズフューリー打つ気満々です、そうですね、ハンターズフューリー前転しますね、俺はハンターだ、これはもうハーフまで持っていくつもりでしたね、一名も見えているかました、いやこれハーフいってますからね、いややめますか、やめましたか、落ち着いていく、ちょっと難しいところですね、難しいところでしたね、え危ない、するのが本当にうまいので、さあショーは裏取り行ったんですがバレてしまいました、帰ると見せかけてもう一度裏回りをしようというところ、ショーストッパーいった、このショーストッパーを打つだけで時間稼げる、しかもキルにつながった、やったシューズにヒット、ただこれ以上抑えれるかどうかは、そうですね、武器差もあります、接地音立ててペッパー侵入、これで3枚、さあワンワン、いやテールウィンド読み合いが、武器もある、うわでも勝ったらペッパー嬉しそうこれは嬉しい、中に入りますね、1キル持って、いやー1キル持ってきました、シズがカバー、溜まりましたか、これで溜まりましたね、ローリングサンダー絶対使ってきます、とかもうこれはラストラウンドなので全部のニューラルセフトから相手の位置掴んで、その方向を見て打ちます、3 on 3、さあ3枚しっかり固まってる戦国ゲーミング、すぐにカバー間に合うか、 CAG A に走ってくる2人、あと30秒、ゼロストシューズ、さあ待つ1枚返したが 1V2、 スキルはただ1個インセンディアリーのみ、かなり厳しい状況、状況しかもゼロストは大回りします、うわフロムザシャドウズでどっか行った、シャワー2ですねこれ、見るべき場所が多すぎる、これは警戒するとかヘブンの可能性もあるんですよね、どこか全く分からないですね、うん、で今スパイクの解除がされていないことを確認したので一度下がりました、いやー素晴らしいですね、アルティメットを有用に使え、もうほぼ相手と同じぐらいの移動しましたよね、さあ火を止めてます、ペッパーの11キラー持ってくるでしょうか、戦国は3枚、 CAG も3枚、うん、3-3 交換、ただしこれはゼロストの位置がとても刺さりそ そう、ね、この後のゼロストに注目ですね、さあゼロストラストワン、いやー、おミリオンがゼロストの匂いをなんか感じてるか、嗅ぎつけましたねこれ、持っていけない、持っていけない、いやしかも中央を見て右でも左でも来いよと、いやー下がった、おー今回はショーが対応した、さあこれが大事な大事なブレードストームになる、これ後ろ下がろうと、さらにミリオン1枚、足音消して中に、シューズ対応した、ヘッドショット、さらにフラッシュポイントで、いやゼロストが裏取ってるんですよこれ、うわ完璧なクロスファイア、これはどうしようもない、2V2 しかもニューラルセフトで移動する位置も完璧に見ました、フロムザシャドウズキャンセル、2人で B 入ります、藤山スペクター、ショーストッパーを、うわーゼロスト強気に顔出した、そこの勇気ある顔の出し方素晴らしいです、アキムラストワンもフォールトラインしかありません、挟まれるか、いやもうゼロスト回って2人で行く
2人で行きます。まあ2人で行った方が勝率は確実ですよね。確実ですね。カバーが取れるので、さまなしゼロストは体力ないので。さあシュラウドステップ先に中に入ったのは評価。いやしかしアキムいいタイミングで削った評価、これで戦国取り返した。取り返しましたね。3マップ目ですですよね。スプリットは本当にジャッジ採用ありですよね。ここだけに言えばもう本当にもうどうしようもないと。松2枚3枚持っていった。お見事、パーフェクトラウンドですね。最後はミリオンが1キル入って CT か。ああ、ただ一番恐ろしいのはここですよね。ここショー1枚クラウドバーストいただきます。強いここ本当に。これもう最悪な気持ちですよ今。もう多分スパイカメラ来ても関係ないですからね、うん、クラウドバーストの中私はここで抑えますけどみたいな。あ、武器いただきますみたいな。おいしいバンダル。いやここであえて詰めるのがゼロスト。あ、すれ違った、すれ違った。うわゼロストは真後ろすごい立ち回り、お互いびっくり見えてなかったですね。さあ3 on 3ですか。時間がない。そうですね、残り10秒。ペッパー設置いった。その間に前でシューズが時間を稼いで設置成功 2v2。 さあキムフラッシュポイント、角は出てきてくれるのか。もう1個いったタイミング、うん、1対1ゼロスイッチ目持ってった。これ位置分かってないですね。ペッパーペッパーだけ唯一見えてないので。おおぐるりと回って後ろ取れましたペッパー。これで1本取り返しました。戦国ゲーミング2対1。すごいところにワイヤー切りました。クラウド置いてます、ね、頭を出したゼロストフィッシュ一発。先にもらっていたんですが体力15で耐えてます。そうですね、同打ちでギリギリ残ったのかな。壁抜き一発同打ち3発かな。さあスーッと藤山下がってベントキープ、ダークカバーのタイミングで前に出て削りましたかね今。しかもスパイクドロップ確認しましたよ。いやーミリオンもう一人で立ち回る気満々ですね。いやカバーに前に行けない、うん、3枚持っていきました。スパイクドロップも確認したのが大きいですけど、まだ行くミリオン。よーやペッパーの体力そこに持ってきた。あるぞあるぞ S4 枚持っていって、いやー一人でラウンド終わらせた。ガレージから直線残ように後ろ向いてるんです、下向いてるんですよね、はい、絶対当たらないですよね。そう絶対に俺は食らわないぞっていう感じで最初下向いてるんですよ、ね、まあ今は正面向いてますけど、はい、すごい向きになってましたねさっきね。いやー重心が見たいのかな。丁寧にピークすることができれば回避はできます。2枚強い行くか。クラウドバーストからテールウィンドで逃走。いやうわー今度はそこ、あと30秒。ジップを掴んでペッパー危ない、ペッパー危ない。ゼロスがなんとか抑えました。いや仕事した、かなり仕事しましたね。いやニューラルセフト、ニューラルセフトこれは発動しましたね。ただ 1v31 枚武器差は一応ありますから、ただ設置をしないといけないんですよ。松が拾ってるか。ああセッションだ、これは間に合いません。設置できない、さらに削りに来る。いやお見事、いやジャッジストームがあります。おっいやでかい、ショーが一瞬油断で外した瞬間のタイミングで狙っていきましたね。これはオペレーター拾うか。うわー殿下のこのバリアオーブ何万回と見たバリアオーブだ。このラウンド取れたらかなり美味しいです。さあ戦国同点での折り返しか。 CAG 絶対リードで追い返したいこの防衛最終ラウンド。スパイク設置完了、バイパーズピット、ここよ。武器差がまだあるとはいえですよこれ。分から4枚展開、オペレーターは外れて、まだ角にゼロストのスナイパー、消化ブルドックダブルキル、ミリオン1枚返してが 1v4、 そのままデリアリー2枚と思って武器を持ち替えた瞬間でしたからね。しかも神に浮いたぐらいです。さあ今回はサイクロプスアスリートゲーミング攻めに転じてのラウンド、トラップファイヤーがこんなところに。しかしあっとフレンジ、あるあるなんですが一歩前に行けない。フレンジってあの意外とこう走り打ちがぶれるのと初段外れるとね結構当たらないんですよね。そうですね、なんか外れ続けるというか。これは待つシュガードステップの先、角には入りませんでした、
評価はこの角に入って 3v3。 素晴らしい入り方ですね。これは対応されるか。1キルからスタートしたいが、ペッパー入ってるぞ。ステリアに続いて、うわ、時間稼ぎの立場が完璧。ナイフで接近する。ナイフで、おここでナイフ戦を見ることができましたね。銃撃戦だけじゃないですね、うん、あのアップドラフトでパラノイアから始めますか。ただ中にはジャッジ、おお、何か見えた、見えてますかこれ。これいるってもう決めきったんですよね。さあショー逃げました、うん、バイパーズピットで設置 2v2。 これショーが生き残れるか。おっとカメラ見た瞬間狙った。さらに体力も削ったぞ。ダッシュポイントから離れて降りてるの分かってね。やはりそのバイパーズピットがあることによって、うん、さあダークカバーからフラッシュポイント、スネークバイト、ペイントダウン、フラッシュ食らってる。シューズ打てない。ただデリアリーがいい位置来てますよ。ストップ、いや美味しいですね。デリアリー分かって3枚、そのままクラウドバーストの中に消えていきました。デリアリーの3キル、相手のラブでショーも抜きましたね。シャー、そのまま4枚戦国、これで日本リード9対7。がローリングサンダー、うん、A サイトに打って当たってない、しかもギリギリかわせてますか。シューズがまだ残っている。そこをミリオンが抑えて、おお、今ワンタップで打ってみたらやれたって感じですよね。あー、ゼロストを起こしましたね。デリアリーリザレクションで 3v3 に状況を戻した。さらに評価の1キルでパラノイア、どうだ。うん、松の体力はほぼ残っていないので、うわー、評価が抜きましたね。強気に出れないですもんね。そうですね。なんでしょうね、今のラウンドはそのショーが、はい、早めに平分を取りに行って、まあないですよ、その斎藤美桜のタイミングが。そうですね、そのタイミングを足音でも聞かれてるし、おそらく癖をつかれてるかもしれませんね。なるほど、うん、そのどちらにせよ CAG はとてもとてもきついラインドで、ショーの足、先ほどからショー選手はこの大事なラウンドにおいてもこの、まあ、かなり強引なプレーが目立ってるんですけど、裏目にしててますね、本当に。いやー、ニューラルセプトから1バレー、藤山のショーストッパーも止められ、スキルがない、スキルがない、さらにフラッシュポイント、前詰め、ラストはキム 1v4、絶望的なフラッシュポイント。ただ、あと3人をアキムが止めれるかどうかですね。